ユリウス・トムセン、ユリウス・トムセンはデンマークの科学者である。熱科学の分野のトムセン・ベルテロの原理を発見したことで知られている。コペンハーゲンで生まれ、この町で生涯を過ごした。1847年から1856年まで工業大学で科学を教え、1883年から1892年にはそこで学部長を務めた。 1856年から1866年には軍事高校で教えた。1866年にはコペンハーゲン大学の科学の教授に指名され、1891年に現役を引退するまで務めた。エネルギー保存の法則の初期の視聴者の一人であり、友人で同僚のルートビヒコーレディングと共に、トムセンは熱科学の分野で多くの仕事をした。 特に1869年から1882年の間に、塩の生成や酸化還元、有機化合物の燃焼等の化学反応の際の多くの発熱や吸熱の測定を行った。彼の集めた結果は、1882年から1886年に、サーモケモスキー・アンタース春元というタイトルの4巻の著書として発行された。1908年には、 サーモケマストリーというタイトルの英語版も発行された。1857年、彼はコッペンハーゲンでグリーンランド西岸で得られる表彰石から炭酸ナトリウムを生成する手法を確立した。トムセンは1880年にスウェーデン王立科学アカデミーの会員に選ばれた。1884年にはアメリカ芸術科学アカデミーの外国人名誉会員にも選ばれた。 弟のカール・アウグスト・トムセンは、コッペンハーゲン工業学校の講師であり、自定のトーマス・ゴット・フィールド・トムセンは1884年まで、大学の科学研究室で助手を務め、その後科学から進学に転校した。ありがとうございます。